はい、次に議会の YouTube 配信を進めたいと思っております。各自治体でですね、もう結構 YouTube での配信等々始まっております。現在宇田市では、宇田市の自治放送宇田ちゃんというものをですねで、配信されておりますが、その配信を見れなかった場合は1ヶ月後に、再放送ございます。そんな再放送も例えば録画していないとなければもう見ることはできませんので、西島は宇田ちゃんだけではなく YouTube 等々の媒体も活用しながら同時ですね、YouTube でライブ配信した後アーカイブ録画ですね、アーカイブして、いつでもどこでも見れる状況を目指したいと思っております。宇田市にいないと、宇田市でテレビをつけていないと議会を見れない状況から、宇田市外に出てても宇田市の方が見ることができる。また宇田市外の方が宇田市の市政のお話、議会を見ていただける状況を作りたいなと思っております。また現在ですね、宇田市の放送は、本会議のみとなっております。ので各種予算委員会等々は一切放送されておりません。傍聴に行かないと聞くことができませんが、委員会こそもっと見てほしい、この案件についてどう思いますかという、あの本当にしっかりと議論されている委員会こそ皆さんに見ていただきたいと思っております。そのためには委員会室ですね、議場ではしていないのでカメラ等々がございません。それの準備も必要かと思います。最終言うとスマートフォン1個で始めればいいだけの話ではございます。なので敷居自体はそんなに厳しいものではございません。で、元職の議員さんたちですね、にある程度聞いてみました。放送したくないですかと。じゃあ全然見られても困ることはしていないと、どんどん見てもいいよとおっしゃっていただいております。なので西島もですね、そこを進めていき、委員会 YouTube 配信、議会も YouTube 配信進めていきたいなと思っております。またですね、 YouTube 配信どんどん進めていくことで、広告収入を得ることも可能ではございます。目指せます。その広告収入を市の財源に少しでも当てていくこともできるのではないかと思っておりますので、現在ただ流しているだけの議会委員会でお金を稼ぐことも目指していきましょう。皆様も一緒によろしくお願いいたします。